2022年、11月の27日、21時10分、先ほどサッカーワールドカップが、コスタリカ戦日本、負けたんですけども、試合前に解説席が、これ昔も同じだったんです。スペインに勝つとか言い始めたんです。多分松木さん、昔も松木さん、スタジオに出されて立たされてました。で、その時震えてたんですけども、多分いろんな人たちが怒ってたんだと思います。みんなと相談です。わがままな解説席、それ、試合前からスペインに勝たなきゃなんないっていうことは、せっかく今日僕の方も仕上げてきたし、ホームページ一番、ちゃんと良い内容も上げてる、全部整えてきた、こっちも遊んでない、全部踏ん張ってきたのに、まさかの試合前から、松木さんがスペインに勝つとか言い始め、そんなこと言い始めたら、今日の試合、勝ってれば、もうほぼほぼつい進めてたでしょーって、もう昔も。勝手にスタジオじゃ、解説席がスタジオどちらか、日本の方の解説席でしてる場合も本当にありますから、現場に解説席がなくて、そういう時もあったんです。だからそこまでは映ってるところ見ないとわかんないで、そこまでこちらそれよりも試合に集中して作り上げてきてるのに、まさかのその一言、あなたチェアマンまでなった人でしょ？そんなこと言ったら今日の試合が危なくなることぐらい分かっておかなきゃ。本当、こんなに頑張ってきたのに、このむちゃくちゃさ、このルール、これ言い始めた時に松木さんとか誰かがそういうことを、それ全ての方向性から考えて全部私が喋って、それ違いますよって言わなきゃなんないのかもしれない。本当にもうだいぶんこちらが負けさせられる方向で、だいぶんコンピューターとかにいろいろ言われたり、だいぶんややこしい状況を作られてるんですよ。無理やりコスタリカが勝つがために、それ、コスタリカの人が悪いんじゃないんです。日本の、まさかの、日本の解説席にスパイがいるっていう話、聞いたことあるでしょ、昔も。20年ぐらい前も、これ、本当に。そう。で、そこで話も徹底的に僕の方を詰めたんですよ。勤務先の仕事場同士の人間で。これで次の日スタジオとかに出てる松木さんさらに稼げるんやろ。なんか話おかしくない？おかしいでしょ？おかしい行動者もう全部おかしくなっていくんですよ。その、最初のドイツ戦のその審判がジャッジ、まあ、その試合前からおかしなことを唐突に言い始めた時、もう全てが崩れ去っていくって、それと同じ。もう解説席も同じ。僕も同じなんですよ。だから最初ずーっと黙ってるでしょ。言い始めるのが遅かったかもしれない。これもあるかもしれません。僕の対応として、ただね、もうね。対応しなきゃなんないこと、これ多すぎますわ、本当に。どこの国もものすごい、お金出して国民からの税金使って、スタジアムを作っておいて、働いてる人たちが、国民に対して迷惑かけすぎ、どこの国も。これが本当の言葉です。皆さん、しっかりと覚えましょう。そうじゃないとみんな答え間違えてしまう可能性があるという、このコンピューター込み込みのスーパーコンピューター、すごいコンピューター作りすぎたから覚えられてるんですよ、本当に。どうしましょう、これ、本当に。人類総掛かりで勝ちに行くしかありませんよ、スペイン戦。これもう笑いながら言わなかった。はっきり言って聞いてる方からしたら怖すぎますから、世界観が本当に人間の方で手に負えるのって、こういう事実ですから、エネルギー問題はしっかりと解決方法私の方が提示してますよ。1番、2022年11月27日、私がホームページに上げた内容、YouTube にアクセスできますから、書いてる文章読んでもわかります。もうちょっと先まで、もうすぐじゃ書き込みますから、皆さん、こうご期待です。以上です。まさかの、スポーツ界の証拠。もうこれもみんなで、ね、あんまり松木さん攻めても、それは障害もあるっちゃあるんです。そこまで考えれてるか考えれてないかどうかありますから、事実として。ちょっとハードルが高すぎるような、これ、本当に。
他の国ここまで守れてますかって、その私みたいな立場の人込みで、本当にそれそちらの国もコンピューター調べな、どこに、いやな、正直こちらが追い込まれていくだけのような気がします。本当に次の試合朝の4時キックオフ、こっちは持ちませんよ本当に。頑張りますけどね、とりあえず 朝の4時設定でなんとか頑張ろうとはしますけども、正直起きれるかどうか分かんないとしか言えません。これが本当のことです。裁判所では真実が全て、こちらも本当のことを言うしかない。以上です。皆さんご清聴ありがとうございました。